伝統的建築物が立ち並ぶ八女福島。ここに九州の手仕事で彩られた宿がオープンします。受け継がれる文化、歴史、そっと記憶をたどってみると心に残る風景がある。夢クルーズ、ブロートゥユーバイ福岡県佐賀県ホンダカーズ。今日のクルーズはホンダシビック。10月8日にオープンするクラフトインテ。八女市の地域文化商社うなぎの寝床が手掛ける新しい宿泊施設です。八女市を中心とする九州の伝統工芸が随所に使われているのが特徴。3つのタイプの部屋を用意しています。竹の部屋は八女市の竹細工職人が手掛けた家具が落ち着いた印象を与えます。旧丸林本家の蔵を改修した和紙の部屋。和紙がふんだんに散りばめられたライブラリー付きの一棟貸し切りの宿です。ものづくりが盛んな地域の魅力を体験してはいかが。八女福島へのクルーズはホンダシビック。開口部が大きくて使いやすいラゲッジスペース、日常からレジャーまで存分に楽しめる一台です。この番組は福岡県佐賀県ホンダカーズの提供でお送りしました。